小宮寺里志章、宮寺里志1月8日から2018年は、昭和、平成時代に活動した日本の教育者、作曲家。玉川学園小学部教諭、玉川大学講師。元文部科学省認定小学校音楽教科書、編集委員。名前は、小宮、自瓶と、音読みで呼ばれることが多かった。九満州国大練習生まれで,で、鹿児島県出身。 現在の鹿児島大学教育学部附属中学校から鹿児島県立鶴丸高等学校を経て鹿児島大学教育学部音楽科で学ぶ。鹿児島大学卒業後、鹿児島県伊布杉郡海門町の海門中学校で音楽教師を4年間務めた後、玉川学園創設者小原国義に導かれ、1962年東京都町田市にある玉川学園に赴任。 小学部にて32年間、大学で7年間教弁を取る。在職中、教え子の5.6年生全クラス一人一人に、写真や手書きで音楽の成長の記録のノートを作成。岡本俊明に作曲を学ぶ。歩いて行こう。もしも、コックさんだったなら、毛虫が3匹、公園のベンチ、歩けワコードなどを作曲する。信仰いクリスチャンでもあり、公では、 聖書の言葉や功の進むの詩を引用することも多かった。また、キリスト教番組への出演や、所属教会では牧師に代わって、日曜礼拝の説法を担当することもあった。玉川を退職後も教育サークルやハンドベル演奏の指導などに携わり、晩年まで精力的に講演活動を行っていた。2018年11月14日没。生前、 20年以上毎日欠かさず、美貌録を書き続けた。川上舞子は教え子にあたる。うち来るに、川上がゲストとして出演した際、際小学校5年生時に、玉川学園で担任だった、小宮寺が、最後のサプライズゲストとして登場した。三空ひばりは、玉川学園小学部の保護者として、小宮寺と関係があり、彼女に提供された楽曲、 お母さんありがとうを小学部卒業式の祝賀会で歌唱指導したこともある。これらのうち、もしもコックさんだったならば1985年から2015年までの間に教育出版小学校音楽の教科書に、歩いて行こうは1976年から1991年までの間に教育出版小学校音楽の教科書に、 綺麗な心の湖は1999年と2001年の教育出版小学校音楽の教科書にそれぞれ掲載された。ジャスラックには編曲作品なども含めて80曲ほどの作品が登録されているが、その他に横浜君盲学院校歌やフレーベル先生の歌、折に触れて作曲した短い臨床曲なども多数存在する。また、外国曲への訳詞。 作詞も多く言っている。ありがとうございます。